キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、この夏が来た甲子園問題。はい、どうだろうね、はい、この動画を出す時に、うん、またやんやんやんやうるさい人たちが出てきてるのかな。はい、まあわかんないけども、うん、ちらほら出てき聞かれてるけどね。もう出てきてます。ちらほらいるよ、はい、やっぱりあの甲子園っていうもう日本の、うん、名物誌、はい、高校野球風物詩名物誌じゃないんだ、風物詩か、うん、はい、あの甲子園を使って、はい、自分の発言権、うん、もしくは自分の記事のビュー、はい、もしくは X のツイートビューを上げようと企んでる人たちね、はい、います、うん、もう断言するからもうそうやってて、はい、だからその人たちがインターハイとかのことまであの常に追求してたら、うん、俺はそんなこと言わないと、はい、高校野球だけしか言ってないんだったら、うん、もう完全にビジネス批判やって俺は思ってる、うん、まあその中でね、はい、あのまあ、今年はねだからあの俺はもうどこでも言ってるんだけど、うん、やめろやめろの批判じゃなくて、うん、どうやったらできるかを考えようって言ってんね、うんうん、改善ってことで、そうそうそう、どうすることがどうやったらその甲子園で甲子園ができるのかを考えようって言ってんね、うん、はい、でそのやめろやめろっていうのは簡単だよね、うん、みんなやり高校球児やりたいやりたいって言ってんだからさ、はい、本人たちは、ね、それを目指してやってるわけですか。そう、それは大人たちがどうやるかを考えてやって、うん、そ部外者の第三者が何も関係ない人たちがやめろやめるってもうあなたたち当事者じゃないんですよっていうね。そんなにやめろやめろ言う人いるんですか。いいんで、いるんですか。いい、ね、こんなに大きな大イベント甲子園をやめた方がいいって、ね、言うねん、で言うねん、はい、で俺がこうやって言うやん、はい、え、死人が出たら責任取れんですかって言うね、うん、いやもうゼロリスクないねん、はい、そんなんね、うん、もうそれ言い出したらよ、もう極論かも分かんないけど、はい、もうそうやって言う人は車も飛行機も乗らへんのかな。うん、だって飛行機だってさ、はい、落ちたら死ぬで。そうですね、うん、車だって運転してたら死ぬで、はい、あと道も歩いてたら引かれたら死ぬで。でもそんなこと言ったらもうスポーツの大会何もできないですよね。サッカーもできない、できない、ラグビーもできない、できない、何もできないですよ、うんうん、ゼロリスクはないね、うん、だからそのね、そうならないように周りがいろいろやってカバーしていくわけじゃんね、うん、その最大限間違ったことにならないように、はい、飛行機だってね、この前羽田で事故あったけどもね、うん、ぶつかってね、そういうのが二度と起こらないように、うん、いろんなことを気をつけながらルールも変えて、はい、じゃあもう飛行機事故ったら死ぬからもう飛行機飛ばすのやめようとか言わんやん。やらないですね、うん、海外行きたいもん、うん、はい、だから野球だってその甲子園でやるためにどう改善していくのかな、はい、死んだらどうすんねんって言ったらそんなもんゼロリスクないねんっていうね、うん、ところで前からね、はい、里崎もずっと訴え続けてましたけども、うん、ね、あの今年から夏の甲子園、はい、午前と夕方の2部制を一部導入と、うん、ね、夏の高校野球、試合を午前と夕方に分けて2部制を開幕から3日間に限って導入しますと、はい、ね、開幕から3日間なんだ。その時間帯的には、はい、大会1回目は開会式をこれまで30分早くして、うん、午前8時半に開始して、はい、第1試合は午前10時に開始する予定ですと、うん、で第1試合が終了した後一旦観客も退場させた上で、うん、夕方の4時から第2試合、はい、その後第3試合、うん、だからまあ一番暑くなるような時間帯を避けましょうと、うん、で2日目3日目は午前8時からに続けて2試合目を行って、はい、第3試合を夕方の午後5時から行うと、うんうん、ね、でこのほか準決勝は第1試合を午前8時から、うん、第2試合を午前10時35分から行い決勝は午前10時から開始すると、うん、だから今年も県の予選、うん、10時から多いよね、決勝でも、でね、うん、10時からかもしくはなんか2時からね、うん、夕方に向けてっていうところで、うん、やってんねんって、はい、こうやれも、もうみんなバカじゃないんやから、うん、いろんなね、できる中でのね、うん、対策やってるわけよ、はい、ね、で、多分これで、まあ、一方ね、1日4試合行う日はこれまで同様気温が上がる時間帯も試合が行われることから、うん、だからまあ行われる4試合の時もあるからね、はい、高野連などは今年の大会で観客の入れ替えなど課題を洗い出した上で来年以降の大会に向けて1日4試合でも2部制の可能性を探っていくと、だから結局やっぱりスタンド入れ替えなきゃいけないから、はい、その時間が結構何気に応援団とかブラスバンドとかもあるから、はい、試合だけだったら前の試合終わりました、じゃあ30分後試合行くよとか、ね、20分後試合行くよできるかもしれないけど、多分入れ替えが
スムーズにね、できなかったら困るから、そこら辺もまあやっていかなきゃいけないと、ね。で、今年の大会でも2日目と3日目の午前の試合が長くなり、第2試合が午後2時半を過ぎて、このインターバルが十分確保できない場合は試合を中断して翌日以降に打ち切った時点から再開する継続試合を適用すると、結構予選でも継続試合やってるもんな。結構ありましたね。こう日が暮れてくるからとかね、いろんな理由でね、雨でとかもありましたね。またこれで明日9時から大変やなと思うけどね、まあ、そこら辺もまあ考えてるわけじゃんね、まあ、ルールというか対策としてね。そうそうそう、うん、でまあ延長タイブレークも導入して試合が長引かないようにもしていくっていう、うん、で今年もそのクーリングタイムも導入して、はい、だからやっぱ去年いきなりクーリングタイム始めたから、はい、初日の人たちは一気に休みすぎたよな、はい、あれは体冷やしすぎてやっぱりね、はい、温度変化の差が大きすぎるのもダメやねんって、うん、それでちょっと足つったりしたから3日目以降ぐらいから出なくなったもんね。野球部側もそのクーリングタイムの使い方、うん、まあ、もちろん専門家に合わせて相談しながら対策した上でやってるっていうところでは、まあ、そういうのも改善されてるしね、うんうん、私今回茨城大会結構取材行ってて、うんうんうん、でこの間決勝戦も行ってきたんですけど、うん、3回終わったらもう画面に給水タイムっていう時間っていうのが出て、うんうん、結構時間を置くんですよ、うんうん、観客の皆さんも取ってください、うん、選手の皆さんも給水してくださいっていう最近ことだったかな、うん、必ずみんなこの水分取ってくださいって時間設けてましたね、うん、しかもあのプロと同じように、うん、イニング中でもピッチャーに水持って行ってたもんな。行ってました。でピッチャー水飲んでたからな、うん、から俺はもう言いたいね、はい、キャッチャーにも持ってこいです。だってキャッチャーもかぶってるしね、うん、ラグビーみたいなこのドリンクボックスをマウンドに持ってこいっていう、はい、正直、はい、みんなラグビーとか持って行ってんのに、うん、でサッカーとかはあの、ね、ゴールエリアとか外のとこ置いてるやん、うん、野球も持ってこいって言ってなんでピッチャーだけやねんそうですね、だからそういうのもしてあげてほしいよね、はい、ピッチャーだけじゃないからね、うん、きついのね、はい、っていうところで、うん、まあ、だからまあいい傾向だね。そうですね、うん、だからまあ俺が言ったからなったわけじゃないと思うけど、うん、改善できるところはあったわけだからね、うん、そういったところで、まあ、まだこれを今年まだ試験的にやって、うん、来年以降にもっとこう充実、この反省点もあるだろうしね、うん、うまく、あ、予想よりうまくいったなもあれば、あ、予想通りがなくてちょっとここは反省点かなもあるから、うん、そこら辺は考えて来年またね107回に向けていい形のものを作っていくから、うん、いきなり無理だからね、はい、あれもこれもっていうのがね、うんうん、だからどうするかをみんな全国大会行きたいわけじゃないんだよ、はい、甲子園行きたいんだよ、うん、京セラとか行きたいわけじゃないんだよ。そうですね、うん、甲子園に行きたいんだよ、うん、ね、だからコロナでさ、はい、できなかった時に全国大会じゃなかったけど1試合だけするのとかあったよ、うんうんうん、甲子園だからあれでも最悪満足やん、甲子園でやるっていうところで、ね、うん、まあ、もちろんできた方がいいけどね、うん、よく言うね。そしたらサッカー派とラグビー派の人たちが、はい、花園も国立も使うベスト4なんやから別に甲子園だって1回戦から使わなくてもベスト4からでいいやん言い出す、うん、いいね、はい、なめんなよっていう話や、はい、あのぶっちゃけ、うん、野球よりラグビーとサッカーの方が1日5試合ぐらいできんねん試合、はい、国立で、うん、だって多分40分ハーフだから、まさか時間が決まってる、そうだから2時間で終わんのよ、はい、あの入れ替えも含めて、うん、2時間ワンピースで、うん、多分試合できると思うね、はい、40分40、80分だから、うん、あとまだ40分あるわけじゃんね、ロスタイム考えても多分30分の入れ替えはあるから、はい、多分できると思うのよ、うん、2時間もしくは2時間半周りでね、はい、うん、そしたらあの8時半とかから試合したら多分5試合ぐらい入れれんねん、うん、国立に1試合、はい、いや1日ね、1日 できるやん、うん、でも物理的にできひんねん、うん、なんでやと思うんですか。物理的に、うん、なんでできないか、うん、でももうできひんねん絶対。だからそもそも、うん、ベスト4からしか使わへんねんでって言うけどそもそもできひんからできないから仕方なくそれを取ってるだけだから。なんでできないんだ。それはもう違う団体が使ってるからとか、うん、そういうのじゃ、もう物理的にもう絶対無理や。物理的に、うん、分かんないです。芝死ぬでそういうことなんですか。確かに芝、もう国立の芝、うん、1年間使用禁止になるで。へえ。だって全試合、はい、国立芝使ってみ、はい、やばいで痛み方半端じゃないよ、うん、で花園でラグビー、うん、全試合やってみ、もう、うん、赤土のグラウンドだったぐらい、はい、芝もガッサーなってんで、
だって普通の秩父の宮とか渋の養生がちょっと悪かったら、はい、あの大学生でもスクラム組んだらべっこうなってっから、うん、1試合でよ、はい、それがいくら高校生だからって、うん、サッカーもラグビーも全試合、はい、国立と花園でやったら芝知ります。あ、そうなんだだからベスト4とかそういうふうになっちゃう。そうそうそう、しかできひんねん、うん、だからやりたくても物理的にできないのよ、うんうんうん、サッカーとラグビーは同じ球場で、はい、それを分かった上で言ってんのかなと思う、うん、で分かった上で言ってたらやばいよね、うんうん、で知らないで言ってるんだったらちょっともうちょっと調べてっていうね、はい、なるほど、うんうんうん、だ野球はね、中が、うん、はい、だって野球のグラウンドでも、うん、あの内野の芝生、俺らプロでも練習の時、はい、そこを荒れないようにネット張られてるから、あ、緑の、はい、入らないようにって。あとファンの見学とかも、うん、本当にもうこっからこっちは絶対に見れないでくださいとか決まりはすごいありますね。だからやっぱ芝は危ないねって、うん、すぐボーンになるからね、はい、まあ、でも甲子園球児はもう甲子園目指して県大会勝ち抜いてるわけじゃないですか、うんうんうん、で勝ち抜いてやっと優勝したのに、うん、え、甲子園じゃないんだっていうのはやっぱちょっと酷ですよね、うん、でも俺次の改革案今から発表する、はい、やっぱり甲子園で、はい、暑さもきついと、うん、もちろんね、はい、で, でももう一つきついのがあるはずや、うん、学校としてもう一つきついのが、もう一つ予算、そう、うん、近くのね、うん、それこそ徳島とか、うん、あのこの近畿とか甲子園に近いチームは交通費もね、はい、そんな生徒が応援していくのもそんなかかんないし、ね、うん、はい、でも北海道東北、うん、九州沖縄、うん、ね、とかもう関東とかも北関東もそうだけど、はい、学校からのバスでドワーってなったらそれはお金かかるやん、うん、はい、でしかも勝てば勝つほどかかるやん、うん、だから昔の金足農業みたいに効率でってなったら、うん、もうカンパしてくださいみたいになるわけじゃん、うん、はい、だから俺はねそう考えてる、うん、もうちょっと甲子園の入場料を高くしよう、はい、今はねバックネット裏の中央指定席が2000円、はい、で1、3塁の内野席は大人が1700円の子供が500円、うん、でアルプス席は800円で外野指定席が大人が500円で子供が100円になってんね、うん、だからもうちょっと、うん、その放映権料も、うん、今取ってるか取ってないか分かんないよ、はい、とかその もうちょっとビジネスにして、うん、高校野球をそれはな、うん、あるよ、そのなんか部活なんやからとかっていう意見もあるかもしれないけど、うん、アメリカとかはもうそれが大学のスポーツとかもビジネスになってるんだ、うん、はい、だからその高校野球ももっとビジネス化して、うん、ね、もちろん甲子園を無料で使わせてくれてるっていうね、うん、ところもあるからね、はい、それなのに強制で行けっていう人いね、うん、金ないねんってっていうね、はい、もっと金かかるでっていうところもあるけども、うん、無料で使わせてくれたりしてるけども、うん、そこはもうちょっとビジネス化して、うん、放映権料とかもうちょっと、うん、その席も上げたり、うん、グッズ収入とかもういろんなことでもうちょっとマネタイズして、はい、で準々決勝から、はい、うん、上の人たちはには全部支援してあげればいいよ、あ、かなり長く残らないといけない、そうそう、だから1回戦2回戦ぐらいまでは自分たちでやって、うん、その準々決勝ぐらいのベスト16ぐらいからの高校には、はい、その儲けたお金を、うん、だって儲けたお金を私服を肥やすためじゃなくて、うん、その16チームの高校の野球部もしくは学校のにこう還元していく、だから宿泊費出すとかね、はい、もう、うん、もしくはその高校に定額にね、うん、とかもしくはその地域、うん、地域別で換算して、もし大阪代表だったらじゃあこれだけ、はい、ね、じゃあ北海道代表だったらこれだけみたいな、うんうん、その地域一斉に分けて分配金を変えながら学校に支援して負担を減らしてあげるために儲けるんですよっていう大義名分あるやん、はい、それじゃ別に悪い気持ちも せんやん、だからそれを私立と公立で分けたらまたその不公平感出るから、はい、地域性で分けてサポートしていくようにする、その代わりちょっと儲け増やしますねって儲けてやっていくと、まあ、学校側も楽だし、うん、でそういったところもね、せっかくこの、ね、甲子園っていうのが一大ムーブメントになってんだから、うん、俺は多少それでもいいんちゃうかと、しかもそういうのはそれに向けて上げていってるんですよって言ったら、うん、それはもう認めてくれるやろ、はい、俺はそういう改革も高野連は必要ちゃうかと、そしたら参加校に優しいやん、うん、でしかも応援とかも来れるし、それに補填できるし、別に全額補填するわけじゃないからね、うん、そういった支援をするためにもうちょっとビジネス化してやっても優しいんちゃうかと思うけど、ね、そうですね、うん、結構その球場って何万人って入るじゃないです か、うんうんうん、だから入場料を1人100円あげるだけでもかなりの儲けが違うわけですよね、うんうんうん、だそこってこの見に来る方もそれが分かれば100円200円、うん、なんなら300円とか、うんうんうん、
大丈夫だと思うんですよね、うんうん、子供の100円は買えないとかね、うんうんうん、だからそのね高校生を食い物にしてっていう意見出る人かもしれないけど逆に高校生を助けてるから、うん、高校生のためにってことですよね。そうそうそう、だからそういう風にももっとそのね、うん、暑さ対策もあるけれども、うん、そういったところで支援するためにもうちょっとその高校野球で売り上げを上げて儲けて、うん、その分配していくっていうシステムも作り上げても俺はいいんちゃうかなっていうところもあるんでね、うんはい、高野連の偉いさんがね、うん、見てればね、はい、ぜひ導入してもらいたいですね。そうですね、はい、高校生のために、そう高校生のためにね、うん、はい、です、はい、どうでしょうか。